このボトルとその内容物はアメリカ国立測地測量局が1959年に流した海流の流れを調査する海流瓶で2013年に見つかった。ボトルメールのイメージボトルメールとは瓶に封じて海や川などに流された手紙のこと。ボトルメールという表現は日本ではそれなりに使われているが英語ではそうした表現の頻度は少なくメッセージイン。 英ボトルと表現する方が一般的であり、様々な作品名にも用いられている。イタリア語でも英語と類似したメサジオインボテリといった表現が好まれるが、フランス語ではウテイユアラメールの方が好まれる。日本語では瓶詰めの手紙や瓶入りの手紙、または漂流瓶などと表現することが多いが、特に定まった表現はない。ボトルメッセージについては、 紀元前310年のギリシャの哲学者テオプラストスによる水流の研究まで遡る。また、西暦1177年頃の日本の平家、物語巻2には、外場流の段があり、親への元気の頼りと傍郷の思いを死にした句や、七度を記した外場を海に流した記述がある。16世紀、イングランドとアイルランドの女王エリザベス1世は、 アンコーカー・オブ・オーシャン・ボトルズという役職を創設し、それ以外のものが中を見た場合は機密に触れる可能性があるから死刑となることがあると宣言した。19世紀には、エドガー・アーラン・ポーの MS ・ファウンド・イン・ A ボトルや、チャールズ・ディケンズの A メッセージ・フロム・ザ・シーなどの文学作品によって、ボトルメッセージがブームになった。スタート、ボトルメールの最も古い記録として、 以下のような物語が紹介されることがあるが、真偽は不明である。1784年、日本人の松山中之助と43人の仲間が、太平洋諸島へ在宅から探しに行こうと海に乗り出したが、嵐に遭い珊瑚礁に座礁し近くの島に、避難せざるを得なくなった。だが、その島で飲料水と十分な食料を見つけることができず、 そこで得られるココナッツやカニだけを食べているうちに脱水症と飢餓で死亡者が出始めた。そこで松山は自分が死ぬ前に自分たちの旅で起きたことをココナッツの木の断片に書き、それを瓶に詰めて海に流した。およそ151年後の1935年、日本の若め鳥の人がその瓶を見つけた。その瓶は松山の故郷平連村の海岸に漂着していたので、 あった。1876年以降、スコットランドの離島戦とキルダの人々は容器に手紙を入れて流しコミュニケーションを取るということを行っていたという。1914年、第一次世界大戦の最中イギリスの兵士トーマス・ヒューズは妻に当てた手紙を緑色のボトルに詰めてイギリスの海峡で投げ込んだ。彼は2日後、フランスにおける戦いの最中に死亡した。 1999年、漁師のスティーブ・ゴアンがテムズ川でそれを拾い上げた。その手紙は1999年、ニュージーランドに住んでいる女性の娘に届けられたというニュースが流れた。現代の日本では子供たちに夢を与える等の目的で実際に手紙入りのボトルを海に流すイベントが開催されることがある。このような時に流される手紙には、 誰かに送達されたことの確認を求めるために返信先が書かれていることが多い。ギネス世界記録に登録されている回収されたことのある最古のボトルメールは1914年6月10日に海に流され2012年4月に発見された手紙である。これはグラスゴー公開学校が流した合計1890本の 瓶のうちの315本目に回収された瓶であり、646バイトという番号が振られている。北海の深層海流を調査する目的で放流されたものであり、海底付近を流れるように特別な重りが付けられている。これによって瓶は浜辺に打ち上げられるか、トロール船の底引き網で回収される仕組みとなっている。瓶はアンドリュー・リーパーの船コーピアス号によって、 放流地点からわずか約1 5トルのセトランド諸島近海で網によって引き上げられた。2014年に公表された事例では、1913年、ドイツのバルト海に投げ入れられたボトルメールが101年目に当たる2014年3月に海底から回収され、送り主の孫娘が特定されている。また、二千十五年四月の事例では1九百六年に投げ入れられた ボトルメールが108年目に回収された。2018年に公表された事例では、1886年にインド洋上でドイツの小型ホブネパウラ号から流されたと思われるボトルメールがオーストラリアのウェッジ島近くの砂丘で発見された。フィクションに目を向けると、アガサクリスティの小説、そして誰もいなくなったでは、 犯人が海に投げられた瓶の告白文から真相が明らかになる描写になっている。1998年には、米国のニコラス・スパークスが、メッセージインアボトルというタイトルの小説を書き、翌1999年には、同国で映画化された。日本の小説では、夢の旧作の瓶詰めの地獄に登場する。日本の漫画では、 無人島で救出を求める人物と共に描写されることが多い。リクルートがシェアウェアとしてリリースした電子メールクライアントがある。詳細はボトルメールを参照。任天堂の任天堂 d DS 用ゲームソフト、おいでよ動物の森ではボトルを流した者同士ですれ違い通信を行うことにより、ボトルが交換される形で互いの森の海岸に流れ着くというボトルメール的な 機能があるが、作品中では、本来の英語表現に近い、メッセージボトルという呼称が、機能名として使用されている。ソニーコンピュータエンタテインメントの PSP 用、ゲームソフト、ふくふくの島では、同様の機能に対して、ボトルメールの呼称をそのまま使用している。日本銀行券の紙幣追跡サイト、メッセージイン、A ビルでは、このボトルメールの発想を取り入れ、追跡手段となる。 基番号の登録と同時にメッセージを登録することができるサービスが展開されている。ありがとうございます。